1955年フルシチョフはソビエトの代表団を率いてユーゴスラビアを訪れました首都大統領との関係修復がその目的でした父は首都を尊敬していましたファシズムと戦いしかもソビエトの援助なしに自力で国家を成功に導いた人物です ヨーロッパでそのような国はユーゴスラビアしかありませんでしただから使徒を呼ぶのではなく自分から出向くべきだと考えたのです関係を自ら修復しようとしたのですユーゴスラビアはヨーロッパで唯一ソビエトに頼らない共産主義国家でした